あちゃんです。この前にレンタルさんにいただいた歌詞いただきます。バッケンモーツァルトっていうね、歌詞いただきました。いただきます。カラス麦クッキーいただきました。おお、はい、食べんの。モンドセレクション受賞、はい、いただきます。おお、カラス麦クッキーいただきます。うん、あ、おいしい。おいしい、このクッキー。おいしいクッキーは素材選びから始まります。カラス麦クッキーは1983年発売以来、今までは人気ナンバーワンのクッキーとして愛されています。そして1999年発売のキャラメルクッキーも香ばしいキャラメル風味が、当製のキャラメル味人気と重なってサクサクとして美味しいと評判をいただいております。美味しいお菓子作りがいつも大地の恵み、自然の素材、吟味することから始まります。クッキーを作ることもケーキを作るのも製法はみんな同じです。良質素材を持ち味を生かすことにより、和三盆のブラウンシュガーとそれぞれの味を個性を引き出すように個性を生かして調整しています。そしてオーブンの中で水分をうまく飛ばすことによりそれぞれの味わいが凝縮され、はっきりと主張したシャーしてきます。自然素材の持つ味わい、その配列は、人知を超えた天の配列をお菓子に作る前に感じます。自然に自然素材に、恩恵の念で対峙する、自然を財に私どものお菓子作り、創業当時以来を変わらぬ姿勢でどうか新鮮なうちにお召し上がりくださいって書いてあるよね。うん、サクサク感すごい。アーモンドやん、香ばしいね。すごいおいしい。ね、自然素材で作られてんねんて。めっちゃ美味しいわ。香ばしさ。塩爆。塩爆っていうのはカラス麦でね。ビールとかウイスキーの材料として使ってねて、カラス麦ってすごい美味しいね。ありがとうございました。めっちゃ美味しかった。香ばしさとね、甘さもね、甘すぎずそのサクサク感がすごいね、軽快なサクサク感 でアーモンドが入ってるから余計ね、この香ばしさ、それとなんていうの、和三盆のブラウンシュガーがやっぱりね、甘さをこう引き立ててる、香ばしさを引き立ててるね。なんていうのやろ、食べた時になんていうの、不自然な甘さとかなんかそういうのがないのね。で、粉っぽさもね残らへん。どっちかって粉っぽさが残らへんのかな。食べた時にちゃんと口の中でほどけていく感じで、やっぱアーモンドの香ばしさがすごい効いてんの。めっちゃ美味しい。ありがとうございました。なかなかね、奈良におったら見ることのないお菓子、広島名産カラス麦クッキー、ありがとうございました。美味しかったです。はい、ということでね、なんていうのかな、なんて言ったらいいんだろう、ほんまに今まで食べたクッキーとはまた違うね。まあ、ちょっとこう
ちょっとこうザラザラしてるのね。カッて噛んだ瞬間に口の中でふわってとろけんね。でも元って砕けてありませんね。口の中でたふわってこうほどけていく感じで、でなんていうのかな、香ばしさとクッキーのこのサクサク感と香ばしい、アーモンドの香ばしさがすっごいね、バランスいいの。もうこんなんどんなに褒めるも何もね、モンドセレクション取っとるお菓子やからね、けなしようないのね。美味しかった。うん、けなす必要はないと思うんだけど、やっぱりね、さすがこうモンドセレクション受賞したってだけの、美味しさやね。モンドセレクション最高金賞受賞って書いてあるのね。ね、美味しいお菓子ってやっぱ嬉しいね。こういただけたらね、いただけたというか、お土産で持ってきてくれてんけどね、美味しかったです。ありがとうございました。またね、あともう一個食べたいと思います。はい、でもう一個食べる。こういうのね、家族に食べさせていただきます。あかん、あかん、もう噛んだ瞬間にバラ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 って砕けていく感じがするのよ。これ不思議なのは、買って噛んだら結構クッキーって3つ4つに分かれるやん。それはないやんね。噛んだとこで綺麗に、綺麗に残るだけね。だから粉が綺麗にこう合わさってるって感じ。でもくっつきすぎてないって感じがね。なんかすごい今空気がいっぱい入ってんだろうな。何とも言えへん、食べたことのない食感。美味しいわ。美味しい。この香ばしさは最高です。はい、ということで今日のあっちゃんのおやつタイムは、この前レンタルさんが持ってきていただいたお土産の、カラス麦クッキーでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。めっちゃ美味しかった。ありがとう。マリアさん、ありがとうね。